タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は人造人間機械団のブルーレイボックスボリューム1を開封したいと思います。僕はね、このヤフオクでね、いつも落札してるものが多いんですけど、今回もヤフオクでね、落札しました。1万3000円でしたね。なんと定価こちら2万4000円プラス税なんで、2分の1の価格でゲットできました。はい、びっくりです。いや、感動ものですよ。これほんとね、ブルーレイですよ。ほんと映像が綺麗で、僕ね、DVD 持ってたんですけど、手放しちゃったんで、あれこれ13年ぐらい前、高校生ぐらいの時に手放しちゃったんですよね。で、DVD ボックス、あ、惜しいことしたなと思ってたんですけど、ついにね、こちらブルーレイでゲットできました。開けてみましょう。機械団はね、ほんとね、僕の中で思い出深い作品ですね。仮面ライダーか機械団って感じですね。うわ、すごいな、パッケージ。表面こうなってます。こんな感じ。まあ、これはもう当たり前となってますけどもね、最近はね。ちゃんとピクチャーレベル仕様になってます。DVD の時とね、元の機械団の絵は同じですね。背景だけ変わってる感じで。そしてこちらが解説書。ポストカードも付いてます。はい、ポストカード。いいですね。かっこいいね。破壊団もね、強敵キャラでね。まだこの巻には出てこないんですけどね。最終回から8話前ぐらいになって出てきますよね。まあ、以前の動画でもね、機械だ RMW の時の動画でも、あと、破壊だ RMW の時も話しましたよね。まあ、もう説明不要でしょう。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回も見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。